い、どうも赤星です。どうも、もう返せません赤崎です。降りしきる雨の中です、瀬尾です。よろしくお願いします。はい、それ今回は麺屋こぶしということで、こぶし長野県まで行ってまいりました。あ、いつものようにね、見ていきますけども、動画でちょっとお店の様子を撮らせていただきまして、駐車場も4台から5台あって、結構大きいお店なんですね。そうそうそう、しかもこれね、見てください、この地面なんだけど、橋がかかってまして、あ、もう料亭に入っていくかのような割烹が出てくるんじゃないかなみたいなね、お店でございます。ただこのドーンと出てくるですね。で、まあこうやってあるんだけども、コブラコブラです。コブラだ、すごい名前。トッピングにね、表記ないんですが、マシマシってのがこれ裏のコールで100円で追加が可能っていうシステムなんですね。こちらすごいな、濃厚醤油コブラの野菜油すごいです。この器がね、ダイヤモンドみたいな感じになってますけども、150、200、250と選べて、今回250も選んでますね、僕は。両手と間違えたらこれ、えらいことやね。いやいや、そうだね。確かにね、接待では気をつけてくださいね。というわけで、これちょっとね、どっから手いっていいのか、ちょっと迷っちゃってますけども、ね、このちょっと、6合目あたりから食っていこうか。山のね、ややシャキで、油は細かい、もわもわタイプでございます。結構かかってるんですが、さらにその上に、フライド。オニオンなのか、ガーリックなのか、乗っておりますね。ちょっとしたアクセントも嬉しい。はい、さらにこちらを慎重にね、つまんでいきます。そうなるよね。かつて崩壊させたことがあるんで、それはまずいね。これがカリッとシャキーマでよーんということでね。どうしたっけ。いや、ここからね、ラッシュでちょっと見ていきますけども、対面に座敷があって、お父さん方がもうずっとこっち見てるから、結構プレッシャーになりましたけども。撮影もしてるしね。さらに醤油、返しじゃないです。醤油です。なるほど。長野の野菜うめえ。ねえ、やっぱり長野行ったら野菜食べなきゃね。やっぱりね。ねえ。そして豚なんだけども、豚はちょっと結構控えめの、薄めの豚なんだけども、他の味を邪魔しない豚でして、ただしデカチャーという凄まじくでかい豚もあるそうですが、今回ちょっと回避しております。見たかったな。見たかったですか。300円するんでちょっと。長野まで行って300円ケチる。やっぱデカチャちょっとやっぱり量もね怖かったんで、入るかどうか怪しかったんで、腹持ちの方もね、そう300円だったんだよ。いや、ちょっと怪しかったんでね、今回は怪しませんでしたけどもね。麺の方はね、ごわごわのジジェ麺でして、ややちょっと卵の風味が、なるほど、卵麺的な感じだな。そう感じられるわしわし麺でして、ひにゅうかスープなんで麺自体の味が強いのはいいことですね。なるほど。ね、後ろの灼熱なんて気になりますけども、気になるな2枚貼ってあるもんだし、辛いのかな。辛いですよね。でさらにもう今回はセルフニンニクなんで、ニンニクのコールありませんでね、蜂蜜の食うようにこうムッて眠り出していくんですけども、器も可愛らしい感じで、さらに詰め替えの白胡椒もいっぱい振っていくよ。さらにこれだけではございません。まだ後ろにはなんとラー油もございます。ああ、いいね。というわけでね、このニンニクと胡椒とラー油を一振りしたものがこちらです。長野の森の癒し麺出ちゃいましたね。コブラですから。あ、コブラか。そうね、ものすごい名前ついてる。ヘビだから森から笑っちゃう。癒しじゃねえじゃん。そうね、完全に。まあハブシュみたいなヘビのものございますから。それは多分違うと思うけど、確実に。あっという間にねえ、食べきっちゃいました。はい、まあ麺に至るまでに10分かかったから。あ、そうなんだ。そう。さあ、上から見てみましょう。あ、今回豚量省いてます。少なかったんで。84.94 おめでとう。高い豚量省く。少ない場合は、はい、その辺は新ルールは、自由にやらせていただいてるんで。まあ自由だね。少ない時は省いちゃいますね。なるほど。というわけでコブラでございましたが、はい、この1個上のコブラまだあるんですよ。上のコブラ、キングコブラ。いや、違うんです。コブラツイストです。おい、プロレス技のね。コブラツイストだったんだけど、ちょっとね、量が怖そうだったんで、かなり結構ビビってるね。いや、もう、いやこれ本当にフードファイター並みだから、これ本当。まあ今の多かったからね。多かった、あれで結構僕はもうお腹いっぱいだよっていうレベル。これ以上行くとキャパシティがちょっと怪しい。まあ相当な強者が食ってるんだよね。いや、そう長野ですよ。信州にお越しの際はぜひ皆さんも行ってみて。こっち、はい、トゥー。